ビニー・イアピスはアメリカのロックドラマー、作曲家、ブラック・サバス、ディオなどでの活動で有名、バニラ・ファッジ、ベック・ボカート・アピス、キング・コブラ等で活躍したカーマイン・アピスの実弟。出身はニューヨークのブルックリンク、イタリア系の一家に生まれる、アニカ・ー・マインの11歳下の弟、9歳の時にドラムに出会い、アニカ・ー・マインと同じドラム講師に指示した。 16歳の時、彼と彼のバンドボンフは、レコードプラントスタジオで、ジョン・レノンと出会い、レノンのレコーディングを手伝う。その後、リック・デリンジャーと合流し、デリンジャー名義で、デリンジャー、スイート・エビル、デリンジャーライブに参加した。1978年、デリンジャー時代の同僚、ダニー・ジョンソン、ジェイ・デイビスと共に、ハードロックトリオアクシスを結成、アンディ・ジョーンズのプロデュースで、 It's A ーサ r カス s World をリリース。1980年ツアー序盤でアルコール中毒のため離脱したビルワードの公認としてブラックサバスのヘブンヘルツアーに合流。ここでビニーを気に入ったロニー・ジェームスディオがグループを呼び、本人に正式加入を強く働きかけ、そのまま正式メンバーとなる。ブラックサバスでは悪魔の起きてライブ・イーブルにそのプレイを残す。 1982年後半にブラックサバスを脱退し、ロニーと共にディオの設立に参加。ホーリーダイバー、ザラストインライン、セイクリッドハート、インターミッション、ドリームエビルに参加したが、1989年12月にグループを去る。ディオ在籍中の1985年にはバンドエイドに始まった数あるチャリティープロジェクトの一つとしてロニーが温度をとって、 実現したヘビメタル版バンドエイドヒアエイドにも参加、アルバムスターズのレコーディングでクワイエット・ライオットのフランキー、バネルと共にドラムスを担当した。1990年にはワールドウォー3に参加。1992年、ディオと共にブラック・サバスに復帰し、リヒューマナイザーのレコーディングとツアーに参加。1993年には再びロニーと共に ディオ最高ストレンジハイウェイズとアングリーマシーンズをレコーディング。2005年には、サークル・オブ・タイレンツのレコーディングに参加したほか、アレックス・スコルニックとも仕事をした。2006年のベスト・オブ・ディオ・イヤーズの制作を契機に再集結した、元ブラック・サバスのメンバーで、ヘブン・アンド・ヘルを結成し、2009年4月28日に、アルバム、ザ you know ・デビル・ユーノーをリリース。 ビルボードアルバムチャートの8位にランクされる。2009年10月には、シンシティ・シナーズと共に、ラスベガスでの2回のショーでプレイした。2013年8月3日、ディオ時代ともに活動していた、ビビアン・キャンベル、ジミー・ベイン、モトリンチ・モブのアンドリュー・フリーマンだと結成した、ラスト・イン・ラインの初ライブをカリフォルニアで開催。2016年、 ラストインラインとしてのデビューアルバム、ヘビークラウンをリリース。アルバムのプロデュースは、ディオにも参加経験のある独建のジェフ・ピルソン。レスラーと見まがう堂々たる体育から繰り出す、スピーディーかつラウドなプレイがトレードマーク。兄のカーマインが、スネアにエフェクターを噛ませたり、アクセントの移動でトリッキーなフレーズを編み出したり、ドラムをプレイしながら、リードボーカルを取ったりと、常に、 プレイやサウンドに革新性を吹き込むことにトライしてきたのに対し、弟ビニーはあくまでもオーソドックスなロックドラミングをその基本とした。プレイ自体はオーソドックスではあるが、ストロークの速さ、アタックの強さは業界随一で、スネアを中心としたシャープなフィルインをスキアあらばと叩き込む攻撃的なドラミングが心情。ボトムをどっしり支えることよりもアンサンブルの先頭に立って、 バンドを引っ張っていくのが彼の持ち味でありスタイルである。80年代までは普通のツーバスのセッティングであったが、90年代以降、ツーバスの配置のまま、左足側のバスドラムを外し、ワンバスでツーバス分の大股開きの状態で体が正面を向く、独自のセッティングを定着させた。必要に応じてツインペダルを使用する。現在使用しているセットは DW 製。 1980年の最初のブラックサバス加入以降、ブラックサバス脱退ディオ結成ブラックサバス復帰、脱退ディオ再結成、ヘブンヘル結成と、そのキャリアのほとんどにおいて、ロニー・ジェームスデオと共に行動し、さながら、ロニー専属ドラマーの様相を呈していた。しかし、2010年に、ロニーが死去し、二人の共演は二度と見られなくなった。ありがとうございます。